どうも、おだつです。今回はね、もうここに出ちゃってるんですけど、こちら。LZA4 Pro っていうね、イヤホンをね、レビューしていきたいと思います。まあこれをね、ゲームで使ってどうなんだっていう話をね、していくんですけど、まあ毎度のことですね。で、こいつね、もういつもね、紹介してるイヤホンとはね、かなり色々と違います。はい。むちゃくちゃ色々と違うんで、この動画ね、しっかり見た方がいいと思います。いや、本当にね、もう普通のね、イヤホンじゃね、考えられないようなね、ことがね、できるイヤホンとなってますので、最後までね、見ていただければなと思ってます。という感じでね、僕のチャンネルではね、こんな感じでね、まあ、いつもだったらさ、まあ、ゲームデバイスとかをね、メインに紹介してるんですけど、まあ、イヤホンってゲームで使えるものなんで、まあ、ゲームデバイスとして扱ってます。という感じで、まあ、ゲームがね、好きな人はね、チャンネル登録をね、ポチッとしておいていただけると嬉しいです。ということで、見ていきましょう。はい、それじゃあね、もう動画の中で開封していきます。今回もね、Hi-Fi Go さんからね、いただきました。毎度ね、いただいてばっかりなんですけど、まあこんな感じでレビューできてるのも、Hi-Fi Go さんのおかげですね。で、この製品なんですけど、確かね、25,000円ぐらいだったと思います。まあ、結構ね、高い部類なんで、なかなかね、手は出しづらいと思うんですけど、まあこれがね、ゲームで使ってよかったらね、皆さんにおすすめできるのかなと思ってね、今回のね、案件引き受けたような感じです。まあ、いつも通りね、忖度なしのね、レビューとなってるんでね、しっかりね、見ていってください。はい、オープン。ウォー。Hi-Fi Audio。うわ、なんかかっこよくね、普通に。やばいな、これ。やばくないですか、この見た目。よいしょ。おー。こんな感じか。こう取ると。はい、こんな感じで、イヤーピースもたくさん入ってますね。さすが25,000円するだけあるわ。はい、特にもうそこの方には何も入ってないっぽい。で、ここに今回の目玉となる機能、モジュールのね、交換ができるみたいなんですよ。だから低音を強調したり高音を強調したり、なんかね、いろいろフィルターで変えることができるらしいです。なんか全くね、別物のね、イヤホンとして聞けるような感じで聞いてるんで、これはね、むちゃくちゃ楽しみですね。だから、僕の場合だったら低音がたくさん出てるのあんま好きじゃないんで、まあ高音ね、強調させるようなね、チューニングにしてもいいんじゃないのかなというところです。で、これがケーブルですね。2ピンの、まあいつも通りの、まあ中華イヤホンのケーブルかなというところです。まあただすごい、あれだな、なんか高級感あるね。色もなんかシルバーでかっこいいし。で、これが、モジュール交換用の、ドライバーとなってます。はい、こんな感じだね、内容物。で、イヤホンがこんな感じです。そんなにね、でかくないね、筐体が。これね、4つのドライバーが積んであるやつなんですけど、バランスドアーマチュアが、3個と、DD、ダイナミックドライバーが1個だったと思います。で、バランスドアーマチュアが、あれなんですよ。なんか、ノウルス製っていうさ、すごい有名なところの、バランスドアーマチュアが搭載されてるみたいです。なんかね、前一回使ったことあるんですけど、それはね、バランスドアマチュア1個しかね、搭載されてなかった分なんですよね。で、いや、イヤーピースはよくあるやつだな。これ柔らかいタイプが今ついてますけど。で、これね、デフォルテで搭載してるやつが多分ね、黒なんかな？黒色の分だと思います。で、なんか中間が金になってるけど、何なんだろうな。まあ、ちょっと色々ね、試してみたいなと思ってます。で、最適なね、まあ、ゲームに合うフィルターというか、モジュールはどれなんかっていうのをね、最後にね、決めたいなというところです。このね、フィルター結構簡単に取れるって聞いたんだけど、回すだけでこんな感じで、取れちゃいます。こんなイヤホン普通にね、使ったことないっすね。はい。こんな感じでもう中が見えますね。こういうのさ、ゲーミングイヤホンでやったらさ、むっちゃおもろそうじゃない？自分の好きなさ、音にチューニングできるし。で、ここは、これを回してやることで、付け替えができるみたいですね。はい、穴が開きましたね、今取ったから。青色の方面の方のやつを使うと高音寄りで、赤色が低音寄りみたいです。だから黒は、まあ、バランスなのかな。それじゃあね、僕まあいつも通りね、これから実際に1週間ぐらいこれをね、ゲームで使って、どうだったかっていうのをね、やっていこうと思います。なんで、しばしお待ちくださいませ。それじゃあ行ってきます。毎度のことながら APEX で数日間使ってきました。このイヤホンね、とにかくギミックがすごい。2万円超えのね、高額なイヤホンにはなるんですけど、購入後もね、絶対満足できる音だと僕は思いました。まずね、これ、
フィルターをね交換することによって低音を強調したり高音を強調したりできるのはねもう面白すぎました。まあこんな感じで普通にねイヤホンがあるんですけれど、まあデフォルトの状態だったらここについてるね黒っていう組み合わせにはなってるんですが、高音重視の音が好きな自分にはねこれむちゃくちゃぴったりなねチューニングでしたね。すっきりしたね高音よりのまあドンシャリ系のねサウンドかなと。でここについてる青色のやつは聞きやすくてね結構良かったんですけど、なんかね低音がかなりね弱くなるんですよね。だから僕的にはもうデフォルトでついてるもう黒でいいんじゃないのかなと思いました。赤はね低音重視の人向けなんで、おたつのね耳には合いそうにないです。2個のねフィルターを交換することで音がねかなりわかるレベルで変化するんで、このイヤホンねもう見た目もいいしかなり遊べるイヤホンだとね思いましたね。ちなみにねゲーム内の低音はね普通に良かったと思います。音がね自分好みだったのもあって、使い始めからこれも全く違和感なくゲームをねプレイできてました。イヤホンゲーマーにもね問題なくね進められる製品だと思いましたね。そしてさっきも言ったんですけど、外観マジでおしゃれ。こんなにねなんか綺麗な感じのねイヤホン僕ね今までね触ったことないです。なんか地球を外から見たようなね柄になってますよね。むちゃくちゃいいよね。何回見てもねこれ所有感をね満たしてくれるようなねイヤホンになってるなと思います。樹脂素材なんでこれね軽くてね付け心地自体もねかなり良好です。4個もねこれにねドライバー入ってるんですよ。全然ね筐体大きくないですよね。そこにちょっとびっくりしました。これね自分の耳にはね僕かなりぴったりフィットしてて、長時間ねゲームしてても全然疲れなかったです。ちなみに今はねこれセドナイワーフィットクリスタルをつけてます。ただこれねもう少しね安ければゲーマーにもね勧められるんですけど、やっぱり高いよね。日本円で約ね3万円近くするので、これならねゲーミングヘッドセット買うかなとか、まあ、ゲーミングイヤホンでいいんじゃねーぐらいに思っちゃう人が多いかもしれないです。とはいえゲーミングイヤホンとしても音楽用イヤホンとしても楽しめて自分好みの音にねできるのは LZA4 Pro こいつぐらいだと思います。ここまでねガチャガチャカスタマイズできるイヤホンは僕他にね見たことないですね。ということで相対的にねむちゃくちゃ満足度はね高いイヤホンだったんですけれど、皆さんの目にはどんな風に映りましたでしょうか。コメント欄で教えていただけると嬉しいです。はい、ここまでお疲れ様です。いやすごいイヤホンでしたね。中華イヤホン史上最高にね楽しい体験ができたと思う。そのレベルのねイヤホンでした。中華系はねいろいろね挑戦的にねものづくりとかさしてる感じがあって、毎度ね面白いよね。このねノウハウっていうのを僕ねゲーミングイヤホンにね持ってきてくれたらね、さらにね面白いのになぁと思っちゃうんですけど、どっかのメーカーさん作ってくれないですか。ってまあ冗談はね置いといて、 LZA4 Pro はね価格的にはね正直進めづらいんですけど、まあ自信を持ってこれね進められる製品だと思いますね。とてもね面白いイヤホンだったんで、気になる方はねぜひね説明欄の方にねリンク貼ってますので、そちらからチェックしてやってください。それとね今回の動画がね少しでも良かったよーと思ったら、いいねボタンをねポチッと押してチャンネル登録もしとっていただけると嬉しいです。今後もねゲーマーに向けたね情報を発信していくのでよろしくお願いします。それじゃあね今回の動画は以上になります。また次回の動画でお会いしましょう。またね。